お疲れ様です。速稼塾の久保です。ナミさん、いつも動画の方ありがとうございます。今回はですね、節約はほどほどにというテーマだったんですけども、私もね、すごく納得するところが多いなと思ったんですね。で、私が思うのは、物価高が結構来てるのは、本当にその通りだと思うんですよ。例えば、月の生活コストが5000円上がった、1万円上がったって言ってもね、やっぱ年間で10万とか15万とか20万とかになってくるわけじゃないですか。だからそれなりに節約をするのはすごく良いことだと思うんですけども、反面ね、節約優先にして節約をするがゆえに時間が無駄になってしまうってこともあると思うんですよ。まあ買い物するときもあっちのスーパーこっちのスーパーっていうふうに広告を見たりとかね、買い回りしたりとかして比較すると思うんですけども、それによって得られる節約の金額っていうのは数百円ぐらいじゃないかなと思うんですよ。もちろん数百円も何回も何回も買い物ってのは繰り返されますんで、積もり積もっていけばね、5000とか1万円にはなると思うんですけども、だったら自宅でパソコンやスマホでプラスアルファ5000円、1万円稼いだ方がいいんじゃないかなと思うんですよ。で、今日ね、ポイントサイトのモッピーってところで Unext の動画配信サービスを私契約したんですよ。そうするとモッピーから2000円もらえるんですよね。で、Unext から1000円もらえるんですよ。さらにこれは、まあ、最初にモッピーを登録する人に限ってなんですけども、300ポイントもらえるんですよ。そうすると合計で3300円、まあ、儲かることになるんですよね。Unext の無料視聴31日を契約するだけでですよ。だから、それは31日後に解約してもいいわけですよ。そうなると、3300円が丸ごと転がり込んでくるわけですから、買い物も気にせずに欲しいものをね、どんどん買ってね。で、その分時間を節約して、ああ、よかったでいいのかなと思うんですよ。まあ、こういうふうに、節約に時間やコストをかけるのを私は否定しませんけども、じゃあ同じエネルギーと時間をね、プラス3000円、5000円儲かる方向に今振り向けてみたらどうでしょうかってことなんですよ。そうやって自分の所得を上げていく方法も今あって、一押しするのは私はね、ポイントサイトモッピーなんですけどもね。まあ、その他にもね、1万とか2万とかボンボン、入金されるような方法も紹介されてますんで、私のおすすめはね、カードローンですね。カードローンって結局お金を借りるためだけのキャッシングのためのカードを作りましょうって話なんですけども、あれって5000円とか1万円とかもらえるんですよ。で、別にお金は借りなくてもいいわけですから。だからそれはね、得だなと思いますよね。まあ、そういうふうにして、可処分所得を増やす方法をちょっといろいろと試してみるといいんじゃないかなと。そうすることによってお金を稼ぐトレーニングになるわけですよね。で、そのトレーニングが積み重なっていくと、最初は月に5000、1万だったものが、月に3万、5万稼げるスキルが身に入って、で、月に3万、5万稼げるようになると、今度はね、月に10万、20万ってのも稼ぎやすくなってくるわけですよ。だん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 そうやって稼げるフェーズを増やしていく。でも節約ばっかりやってると、いくら節約しても買い物の代金がゼロにはなんないんですよね。毎回3000とか4000円買っていた買い物の代金がゼロにはなんないじゃないですか。でも、実質ゼロにするために、今日は買い物で5000円使ったから5000円分のポイントサイトやろうかなはいけるわけなんですよ。こういう風にしてみたらどうかなと思うんですけどね。はい、じゃあまあ参考までにポイントサイトモッピーの私のね、今回契約した Unext の案件、この動画を貼っときますので、動画概要欄からご覧ください。お疲れ様です。